人間人形の逆襲は1958年に公開された特撮 SF ホラー映画である。別題は生きていた人形。戦慄、プルトニウム人間や世界終末の序曲などの SF 映画を監督したことで知られるバート・アイ・ゴードンが1958年に制作した本作。50年代には人間や生物を巨大化して 恐怖を描く作品が多く見られたが、同作品は人間が逆に縮小されてしまうという恐怖を描いている。同様の思考で同じく50年代に制作された作品として、ジャック・アーノルド監督の縮みゆく人間がある。劇中主人公たちカップルがドライブインシアターで映画を鑑賞するシーンでは、劇中劇用の映画で戦慄、プルトニウム人間を 効果的に使用しており、同作はゴードン監督自身が前年に制作した作品でもある。主人公たちが縮小されてしまった後の世界を表現するために電話などを巨大化させたセットを組んで撮影されている。日本では劇場未公開に終わったが、その後テレビ放映された。アメリカ本国では DVD も発売されている。また、 ゴードン監督の娘であるスーザン・ゴードンの女優デビュー作品でもある、とあるビルにある人形工房。その工房は人形制作から収集、修理、研究まで人形に関するあらゆる業務を取り行うフランツ氏が経営していた。そんな工房にある日、フランツ氏の秘書募集の求人広告を見たサリーがやってくる。ろくに働いた経験もなく、 やはり自分には向いていないと帰ろうとするサリーだったが、フランツ氏は前に勤めていた秘書のジャネットがいなくなってしまったことで、自分一人ではとても業務を回せないと、サリーに懇願し、半ば強引にサリーを秘書へ採用した。初めは慣れない仕事に戸惑っていたサリーも、徐々に仕事に慣れていく。しかしそれと同時に、フランツ氏の人形に対する異様な接種方に疑問を持ち始める。 普段は普通のフランツ氏だが人形に対してまるで本物の人間に話しかけるように接するのだ。またそれまでその工房に郵便物を配達していた郵便配達人や全秘書のジャネットら工房の関係者たちがこ然と行方不明になってしまったことも知る。徐々にそれら人々の失踪の原因がフランツ氏によって人形にされたためであるという疑念を持ち始めるサリーだったが、 恋人のボブも理由が、理由だけに、そんなサリーに取り合おうとはしない。一度は考えすぎとフランツ氏に対する疑念を忘れ去ろうとするサリーだったが、結婚を約束したはずのボブが、フランツ氏に会った、すぐその後に姿を消してしまったことで、再び疑念が再熱。警察署へ行き、失踪担当のパターソン警部に、フランツ氏が恋人、ボブを含めた本物の人間たちを人形に、 変えてしまったのだと訴えるのだが、ありがとうございます。